ちゃおもろかったよね。でね、最後クズハさんに逆突させてもらって、いやマジでね、本当になんかお忙しい中マジありがとうございましたですよ。本当もう本当にありがとうございましたです。皆さん本当にありがたかったね。もう覚えてねえもん。とにかく手数で押し切ろうっていうことを頭に置いて俺会話してたから、こと細かにどういう話をしたかっていう、マジでね本当に思うけど、優しいよクズハさん、マジでありがたすぎる。こんな無礼を働いても許してくれてるのかわからないけど、本当に、あ、そう、訴訟起こされてたら、本当に訴訟起こされてたら俺は負けるから、何もかも当たり屋とカツアゲしかしてない。やばくない？なんで関わってくれんだろうね、その節目で。字面で起こしたらやばくない？いや、思えばさ、クズハさんとのそのなんか絡みが始まったのって、そのクロノワールがなんかやるで、その新人の配信見てみようから、その次になんかその実際にお悩み相談みたいなところから始まったんですけど、そう考えるとすごいよね。そこでね、何癖つけて今回たかったっしょ、生意気な後輩で、なんか生意気というかさ、不審者じゃん。不審者の意気の人間に対してね、なんかもう被害だよ普通に。スーパーチャット感謝、スーパーラボにありがとうございます、ほんまにありがとうございます。ズーハはマジでその場、いやだからね、いや本当にもうありがとうございますでしかないね。ねえ、そうだよね、ストロークもね、なんかこれからもね、なんか本当に堪忍袋の尾が切れないようなところを反復横跳びしていきたいなって思いますかね。ですかね。逆突は、あ、でもね、そう、速攻で、すいませんでしたっていう連絡はさせていただきました。大変失礼しましたと。これ言っていいかな。まあ、返事が来たんですけど、それに対してまあ全然言っていいんじゃないかな、普通に。じゃあ20周年で絶縁ですやんってこと言った。って感じでしたね、本当に。いや、ご協力いただいた先輩方、本当ありがとうございましたですね。で、あれよ、